私服ファッションチェック、ダサかったら全員で来てくれ。はい、ということで、ね、今回はね、はい、のターゲット川瀬名人です。初めてです、ゲストに来てターゲットって言われたの。ありがとうございます、まあね、まあ、ちなみに僕の私服見せましょうか。僕はね、普段ねこんな感じでいます。すみませんね、僕は普段こんな感じでいます。もう僕はもうおしゃれでしょ、ほらね、おしゃれでしょ、間違いないでしょ、おしゃれだね、間違いないね。ブラジルって書いてるじゃないですか。ブラジルって書いてるし、帽子にはブロックリンって書いてるし。一人多国籍軍ですね。もうね、ワールドカップ近いぜ。ありがとうございます。ということでね、テーマがですね、はい、ありがとうございます。ということで、早速ね、川瀬名人、チェックしたいと思います。この3人がチェックしますんで。いや、ちょっと待ってくださいよ。私服ファッションチェックなんですよ。ちょっと待ってよ、私服ですか。これは衣装であり私服です。ここに衣装と私服という概念はありません。これ服です、僕の。もう漫才衣装じゃなくて、もう服、もう体の一部だと。体の一部です。受けましょう。受けましょう。受けましょう。受けてたらしましょう。ああ、なるほど。それでいきますね。これでいきますか。わかりました。全員決定。なんでですか。何が気に食わないんですか。気に食わない。じゃあ、クリスピー行ってきます、ね。じゃあ。僕がいいですね。あ、だって会長だけの判定でしょ。いや、あ、そうかそうか。じゃあ、じゃあ2人はどうですか。まずね、この楽団、ボタンがついておきだから、この一番上の部分だけ出てる、単純にダサい。単純にダサい。好みじゃないだけじゃない。まあ、科学的評価っていう例なんで。メンバーはどうですよ。まあ、バラですよ。僕、じゃあ、全だ。ね、はい。全だ。全だ。なんでここがわかんないの。バラってどこがわかんないの。どこって。いや、アニメ好きならいいだろ。これで歩いてたら見ちゃうでしょ。なんだろうかって見ちゃう。一度、空港で小学生の団体とすれ違った時に、あれ、どこの高校って言われました。高校生だと思われたの。俺、初めてもらえた。もう昔のさ、学生運動みたいな時代のさ、分かる？そう、分かる。だから、その気しかしたら、もう危ない感じが出ちゃってる。渋谷のね、スクランブル通りで、ね、土日とか、外線車とか止まってたりするじゃないですか。あの信号待ちの時に、近くに外線車が来てて、その一員みたいなのが来てた。間違いられるよ。もうなんかね、ボタンが見た感じないから、どっかに襲われてボタンが来てる。この間、静岡に営業行ったんですけど、営業先が行って初めて分かったんですけど、静岡のいろんな会社の労働団体の決起集会みたいな、名前で出てあるみたいな感じなんですよ。そこにこんな学ラン来たんですか。ものすごい共産派みたいな、すさまじく思想の強い芸人団体になりましたけどね。おかしいもんね、これね。団体にしろ、私服ですけど。いや、これちょっとでも言い訳一個聞いてください。はい、はい、これマオカナジャケットっていう種類なんですよ。はい、はい、学ランじゃなくて。はいはい、僕の服着ようと思ったのが、去年の M1 グランプリで僕9位やって、はい、で、8位やって、で9位10位が9位が雷、10位がマジカルラブリーさん、はい、で8、9、10位のその芸人見た時に全員ジャケット着てなかったんですよね。なるほど。ひょっとしたら潜在意識的にジャケットを着てないことによって師匠方に点数を下げられたんじゃないかな。お前さん、あ、そうだ、ちょっとごめん、これもう私服ファッションチェック抜きでいい。なんだよ。俺一つ聞きたかったことすごい、ごめん、本当。なんだ会長、マジで来てやるのかなって、本当。俺 M1 見てたんですよ。で、まあトップバッターだったじゃないですか。確かに。で、すげえ受けて、俺もうすごい受けてたっていうのはテレビ越しでも伝わってきました。まあ、行ったかと思って俺も。で、松本さんにコメント振られたんですよ。その時に松本さんは、
いや、これはこの子らがおもろいんか、それともこの客があったかいんかわからんみたいな、コメント、うん、俺もう覚えてるぞ、うん、ありきなり正直な、もう正直な感じで言ってるんだけど、どう思いました？いや、意外に、うん、その自分の点数に客権をちゃんと加味する人だよなと思いました。はいはいはい。それはいはいはい。公平なんだなと思って。はいはいはい。受けは全く無視しないタイプだよなって。ああ、そうだ、やっぱりそうだよ。ああ、もう、はい、ごめんなさい、聞けてよかったです。いや、それすごい気になって、俺。いやいや、あれよく聞かれる。そう、いや、それも本当に、あれさ、松本さんってそ、あ、そういう考えなんだと思って。意外だから、なんかやっぱ、その一般民衆の気持ちを含んだ、だからなんかまあ言っても俺らは良かったけど、次の雷がめっちゃやりづらさだったから、あその辺はちょっと気の毒やったかなと思う。ユニバースよりまあそうだ、そうね、ああいうことされたらお客さんも笑いづらくなるからさ。なるほどね。まあでもそこはちょっと難かったよね。そこで戦ってるのすごいなと思って。でも、まあ、だからそういうのがあって点数低かったなと思ったからジャケットを買おうと思って。でも青のジャケットってさ、めっちゃ被らへん。被れへん、和牛さんの足で被らへんのって考えた時に、ふとテレビ見てたら服部栄養専門学校の青のスってむちゃくちゃこんな感じの着てて、まあ、これやって調べたらマンカラージャケットって種類やった。でも、本当はもっと襟、これ襟が3分の1ぐらいなの。下手の時、下手屋と話し合ってんけど、下手屋がなんかめったにない発注やったけど、テンション上がってさ、やたら襟上げやがったの。完成品が。なんでがおかしいんだって、それ。そうなんです。本当はここをもっと短くて、シャツが見えてる状態なんですよ。で、ここにハンカチを入れて、もっとジャケットっぽい感じなんですけど、まあ、それはちょっと残念ながら達成できなかったので今発注してもう一着、もう一着してます。そうなんだ。もう一着発注します。もう一着発注します。だから準レギュラーで半年に1回出させてもらうということなので、次お会いしちゃうときは完璧です。完璧です。ということで今回は全裸で帰宅します。ありがとうございました。すごい発注切るな。みんなお疲れ様でした。誰が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